思いがけなくは、ロシアの画家イリア・レーピンが1884年から1888年に描いた絵画である。予期せぬ帰宅とも、現代のを直訳すると、待っていなかったとなる。モスクワにあるトレチャコフ美術館に所蔵されている。思いがけなく1883年から1898年、本作は1884年にサンクトペテルブルクで開催された第12回移動美術展覧会に出品されている。革命家を主人公としたユサ絵画であり、レーピンは他にも懺悔の前、宣伝家の逮捕、集会といった作品において革命家を主人公に据えている。この革命家のモデルはドミートリー・V・カラコーゾフという実在の革命家である。レーピンは1883年から1898年にかけて女性の革命家を主人公に据えた同名作品を制作している。画家のワシリー・カンディンスキーは本作に深い感銘を受けたとされる。革命家の男性が突然に家の中に入ってきた様子が描かれている。彼は使い古された茶色いオーバーコートを身につけており、古びたブーツを履いている。画面手前で立ち上がろうとしている老女は革命家の母親であり、黒い服を身につけている。ピアノの前にいるのは革命家の妻であるとされる。彼女は厚手のグレーの上着を羽織っており、黒色の服を中に着ている。ドアを開けている人物は召使いと思われる女性であり、彼女は他の人物に比べて薄着で白いエプロンを身につけている。彼女の背後には室内を覗き込む人物が描かれている。画面の右端に描かれている少年と少女は革命家の長男と次女であると見られる。学生服と思われる服を身につけている少年は体を反り返らせており、歓喜と驚きの入り混じった表情をしている。一方で、薄いピンクの衣服を着ている少女は、前かがみになって、体をこわばらせており、いぶかしむような視線を向けている。正面の壁には、7枚の絵や写真が掲げられている。中央の大きいものは、シャルル・ドスチューベンの祭壇が、ゴルゴダで、の複製である。上段の左側は、画家のタラス・シェフチェンコの肖像であり、右側は詩人のニコライ・ネクラーソフの肖像である。右側の壁には大きな地図の他に写真が1枚掲げられている。写真はアレクサンドル2世が死の床に横たわっている姿を捉えたものであるが、セルゲイ・レビーツキーが撮影した写真の複製であるとする説と、画家のコンスタンチン・マコフスキーが描いた死の床のアレクサンドル2世の写真であるとする説がある。ありがとうございます。